あ、本当、本当。一袋1回ぐらい。えらいね。まだアイムスいっぱいあります？まだそうですね。まだ3分の2袋ぐらい。もし食べなきゃダメか、食べればあるのがいいんですよ。あ、そうですか。5100、はい、ありがとうございます。あ、そう変わらないですか。はい、5100ですね。まあ、今のその70g ぐらい毎日ごめん、体重2回うんちは毎日出ますか。はい、毎日出ます。で、おしっこも1日何回出ますか。はい、3回はしてます。3回ぐらい、はい、また場所から考えるけど3回までが正常ね。反対に4回以上、4回も5回も出るのはおかしいです。あ、そうですか。そう、うん、花粉から出して、小屋から出して、うちの中走らせてると本当になかなかおしっこしないんですけど、帰ってきたなと思うとガラちゃんまたすぐに出てっちゃう。ガラちゃん頑張れ。そういうのを数えてると、はい、この子ね、基本的にはケージの中にいるわけよ、お家では。はい、ケージがメインですけれども、あの差し支えない時に出してだけ、ね、出して。でもそうするとさ、この子にしてみれば嬉しいもんね。嬉しいじゃないですか。そうですね。ね、だからもうまずはおしっことかじゃなくて遊びたいばっかりじゃない。本当だから帰ってきて、はい、もうちょっとなんか食べて、はい、おやすみって言うとすぐ寝ちゃうし、トイレ飛び込むしという感じです。さやちゃん頑張れ。いやいやね。でおしっこはこの場で出る結果をお話しますんでね。ごめんね。ごめんね。顔見せて、ちょっと目薬入れてもいい？はい、口開けないで。何かさ。あ、どうさ、この耳チェックするよ。耳はどうかな。あまり嫌だね。耳だいぶ綺麗になったかなと思うんですけど。ちょっと耳チェック。ちょっと範囲だけ拭いて。そうそう、それでいいですよ。はい、まだこれぐらい。あ、本当、耳に入れる薬って出してましたっけ。はい、いただいてます。入れてます。なかなか嫌がりますけれど。難しいんだよね。目薬はしてます。目薬のはもっと難しいです、ね、はい、歯はもっと難しいです。そうだよね。だから絶対に付けの基本をやってほしいんだよね。そうね。手で食べます。フード、手から食べます。あ、食べます、はい、だからもうまずはしてよね。手で食べさせる。で、その一粒か二粒でいいから手で食べさせて、うん、で、おいでって手食べたらよく褒めてあげる。それをまず確実にできるようになってから、点眼とかさ、耳もお薬まだ入れた方がいい。入れるだけでいいから。で、入り口拭くのは週に1回ぐらいでいいんですけどね。目はまあ、割と今綺麗な目してるから、そう目薬死んでもいいけど、でももしこの目の内側にね、目やにがついてるんだったら、やっぱりした方がいいですよね。それと爪がちょっと伸びてるから、爪切らさせてもらっていいです。爪と足の裏とちょっとカラスよく怖かった。怖いよね。ごめんね。ふざけてやるだけだと思うんですけど、結構ね、やられちゃって。ね、爪ちょっと引っかかるだけで。ごめん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 。そこなんかやられちゃう。そうですよね。出血はするんですよ。ああ、そうだよね。だからちょっと爪ね。本当にね、静脈とかやられちゃうと。あ、それは大変。そう、それはいかんよね、そうなっちゃう。頑張ってね。はい、ごめんね、ちょっと爪切らしてください。だいぶ伸びてる。ありがとう。そう、私もね、おとなしい子は一人でやるけど、こう言って怖がってる子は二人じゃないとできないですよね。かなり伸びてますもんね。そうですね、1ヶ月以上になりました。でさ、ついでにちょっと足の裏の毛もね、多少三毛子でも伸びてくるから。やだね、変な感じだね。こういう間をね。そう、でこれ長い毛の長い子だとすごいですよ、もっと伸びますよ。そうでしょうね。うん、はい、じゃあ今度お家。えらいね。すごい伸びてる。この爪で引っかかれちゃうと結構痛いね。そうですね。今晩酌してる。あ、そうなの。え、そんななんかするんですか、この子。いや、あの、ふざけてやるんだと思うんですけど、こっちがちょっと歩いてると、いきなり飛んできて、キャッてやるんですよ。あー、ほんとに。だから、いやっていう時はもうかなり本当に、本気になってやられちゃう。そうか。そこはいかんね、ちょっと気をつけて。はい、今度後ろ足行きます。ふざけてやってるらしいっていう時は、もうしょっちゅうやります。手で2、3回ちょっかい出して、それから、噛んでみるんですけど、多分さ、エネルギーが有り余ってるんですよ、うん、そうって感じね。で、あの、2、3階までこう、あの、
ね、普通の階段があって行けるんですけど、うん、3階の入ってもらっては困る部屋だけはしっかりと閉めて、うん、その中で一つ窓から外が見える部屋が気に入ってるので、じゃあ1階と2階は自由に行ってるんだ。1、2、3と、まあ、一応行かせてます。こっちが管理が行き届くときは、うん、でもあの留守番用のあのあれがセットしてあるので、はい、あのこっちがいないときはうちの中走らせるわけにはいかない。あ、そうですね、はい、その時はケージに入れといた方がいいですね。そうですね。でそのケージは、はい、あのどんなケージなんですか。あの2階建ての。あ、2階建て、はい、いいですね、はい、2階建てがいいですね、猫ちゃん、はい、そうするとそこの中でもあの上下運動が大事だから、はい、行ったり来たりして、行ったり来たりしてます、はい、それをできるケージがいいんだよね、はい、差し支えないところはいろんな外のを組み合わせて階段状にしてやって、その一番高いところに登れるようにして猫ちゃんとさ高いところ登って見てたいんだよね本当にそうですね。はい、今度は肛門線。よし、頑張ろう。ちょっと嫌なことします。嫌だね、行くよ。じゃあ、うん、でもおとなしいね、お利口さんだよね。お利口さんだって褒められちゃった、ね、でも今からちょっと嫌だ。嫌だね。これは嫌かも、嫌かもって嫌だと思うんですけど、こんなに行くよ。いしょ、大丈夫すぐ終わりだね。はい、ごめんね、肛門線絞ります。この肛門の令和をグッと押すんですけどね、まあ、なかなか落ちちゃうと難しい。そうですね、えらいじゃん。こういうのちょっとだけね、えらいね。ちょっと締めたいけど綺麗にしてきますよ。お尻切り切れすごいよ。さてと、もうちょっとだけ頑張るね。まだある。まだなの。まだなの。かわいいね。ちょちょ。おばちゃん、おお、ごめんね。あ、ハメ男子でも美味しいやつだよ。美味しい。その舐めるのは好きね。舐めるの好きなんで。よし、前手をちょっとね。はい。ああ、かぼってする？前手と。後ろも持ってもらおうか。はい、いいですか。はい。ごめんね、ごめんね。あー、リカちゃん、あんまりあんまり。嫌い、好きじゃん、この味。美味しいよね。え、歯磨き？好きじゃん、この子。これも一人じゃできるのね。そう、だからこれもだから、何するにしても、しつけの基本で手からフードが食べれるようになると。美味しい。で、この味好きですよ、この子。ね、好きです。あの舐めます。味は好きが美味しいですね。はい、見せると出てるわけですから。はい、じゃあちょっと首持って、はい、ウェットブラシ。ちょっと離してよ。ね、はい、じゃあ保湿して、じゃあブラッシング。もう終わりだ。保湿した。はい、ブラッシングしてもらおう。これあげるから。舐める？舐める？どうぞ。美味しい。そうか、これご褒美になるんだ、この子。この先生、いい先生だと思って。美味しいものだと思って。はい、どうぞ。あれじゃ、取って、トラちゃん。あら、ほら、じゃついでにちょっとだけやらしたみたいな。やりかーした。そうそうそう、そう、こんな感じでね。あ、かわいいね。いい子に歯向かいて。すごいじゃん。ね、まあ、この子あのハンドフィーディングないけどさ、これがなんかご褒美代わりになってるね。そうですね、好きですね。ね、はい、どうぞ。はい、で軽くマズルコントロールして軽くブラッシング。それでつぶかいか。ね、おやつになるね。はい、じゃあそんなとこですね。であと、あ、それとちょっと抗寄生虫薬これつけますね。はい、でもう1ヶ月過ぎてますもんね。はい、何かだったかな。ボーで。でブルーションプラスという飲み止まダニと、うん、から体の表面の寄生虫、はい、ちっちゃいね、それからあとお腹の中の寄生虫を予防する。はい、いや違います。首の後ろにねこの液体を垂らすんですよ。そうすると皮膚から薬が吸収されて2時間ぐらいで効いてきます。気をつけます。そうそう、ワンちゃんにもありますよね、こういうやつ。首輪をはめてる。あれは表面切るの。あ、首輪はね、それすごい昔ですよね、多分。すごい昔はね、首輪で飲みとかを予防する首輪がありましたね。
それはもう今は使われてないですね。相当昔ですよ、それ。タラちゃん。影響しちゃいそうですもんね。タラちゃん。でも昔はそういうのしかなかったんですよ。だから何年前、30年前とか、40年ぐらい前の話じゃないけど、それ。だと思います。なんか懐かしいね、それ。それからの猫はなんとなく迷い込んできたり、拾ったりした猫で、それほど大事にケアしてもらってない猫。でもみんな元気で、気立てが良かったのね。うちでは可愛がられて。じゃあ大事なとこでもいいよ。はい。じゃあ、ケージに入れます。すいません。ちょっと条件者の方にお話ししておきます。はい、それじゃあもうお部屋帰るね。ここでですか？はい、ですよ。はい、どうぞ。はい、さんさん、OK。はい、完成。すっぽり。はい、完成ね。はい、ちょっと見えよ。あと、尿検査。はい、お待ちくださいました。もう一回カメラ用意して。